博士は医学を治めた博士の学位である。日本は1991年に学位規則が改正されて博士が授与されているが、改正前は医学博士の名称で学位が授与された。1991年以降の授与者が医学博士を標榜する事例も参見される。医学博士は1887年制定の学位例で、 文部大臣が授与する5種類の博士の一つとして定められた。日本で最初に医学博士を授与されたのは池田健才である。医学系研究家で博士課程を収めてあるいは論文審査を経て博士が授与される。大学や系列医療施設などは人事承認に際して博士号の有無が不分立で審査される事例も珍しくなかった。現在は医学以外の学部卒業者の 博士も増加している。博士は英語でドクトルオブメディカルサイエンスなどと表記する。イム博士 MD は米国でメディカルスクール修了者に授与する専門職学位である。英語ドクトルオブメディシンも同じ。4年生大学を卒業後に医科大学院の4年生医学課程を修了した者は MD あるいは d o が授与され学術系大学院修了者は PhD が授与される。メディカルスクールは、基礎医学課程を2年、臨床医学課程を1.5から2年収め、論文執筆に2から4年費やす。入学専攻は、大学の高成績、MCAT のコースコア、研究や病院ボランティアなどの社会経験などが求められ、合格率は非常に低くて、平均年齢は毎年20代半ばである。多くは全課程で、 全額奨学金と生活費が支給される。ケースウェスタン、リザーブ大学はアメリカで唯一例外の家庭を設置する。日本の博士号取得志望者に比してアメリカは PHD 志望者が多くない。イギリスの MD は研究学位で医学部及び外科医学部卒業者などが履修する。ただし、外科医の場合はドクターとは呼ばれないため4年制の一貫性 博士課程に準じる研究学位は、修士号となるドイツなど学位論文審査を含む医学課程を設置する大学もあり、専門職学位と研究学位の両方の要素を有する。ありがとうございます。